は何なんだ。酒場か飯屋のようだが。ここは洋食の猫屋って言います。お客様。新感覚ホラーコメディ、見える子ちゃん、放送決定。ねえ、見える？テレビアニメ進化の実、知らないうちに勝ち組人生。変える力を持つのだ。てめえも俺の歌で殺す。俺の夢は薬屋を開いて平平凡凡に暮らすことでね。私もこの店で働いていいかな。大変です、ロナルドさん。どれなし吸血鬼ドラルクか。やめ止まれ。私が選んだ女性と毎晩一緒のベッドで寝てもらいます。誘惑に負けてくれた方が好都合ですが。あんたは自分でやるから。俺は子作りに励むぜ。あんた上手だね。痛くなくなるよ。おまじないしてあげるね。本当に無垢でとても綺麗。元気の出ろ。次の友人候補はこの中から選ぼう。え、何それ素敵。あ、もしもし、小見さん。受けて。気持ちいいはず。私はすごくいい。ねえ、知ってる？霊現象が起きた時にはエロいことを考えるといいらしいよ。噛んだり舐めたりする必要性は。お前さ、あいつと縁切った方が。お薬は人たちくらい当てられるかもな。俺らとお前は違った。このパンっていつ焼いてるの？秘密です。ガス。エクスペルキースキー。ガス。俺は救いたい。今だ。そんなこと頼んでねえだろ。頼まれなくても救うんだ。今だも誰でも。8年前だよ。たった一人の生き残りだろ。ごめんなさい。あなたからす。ターゲット確認。暗殺貴族トゥアハードの信念に基づき排除する。殺すか殺さないか自分で決める。完璧にやってみせます。正直俺たちの中には N44 のことをおとなしく思っているやつもいる。私はあなたの打ち上げが成功したとしても認めない。ゆりにゃんさん、私のことはアーニャと呼んでください。空に行きたい。君は同じ夢を。メガトン級機体は人の極限の感覚を要求する。彼らを差し止め眠れる獅子ってところかしら。ムキタギル。
私にも守りたいものがあるのだ。この国の民、そして日本という国だ。俺は自分の命が一番大切だと思っていた。けどそれを危険にさらしても守らなきゃいけないものがあるんだ。ところであなたは、この一年苦労だと思ったことはありませんよ。それどころか珠彦様のおそばにいるだけで幸せになっちゃっているんです。人はどんなに絶望に叩きつけられても誰かが支えてくれたらまた立ち上がることができる。何しに来たのかな、ボスの息子よ。どなたですか。ボッチ様。ボッチ王子。兄上。ボッチ様。ボッチ。ロロップしかいない。別れを受け入れて前に進め。そうしないと迷子になっちまうぞ。俺はお前と一緒に行く。どこまでもな。人は遅延と血縁によってかたどられるもの。己を失えばたやすく崩れる。せめて連邦は正しくありたい。それが人の理想というものなのだから。もうこんな戦争は終わらせないと。連邦は決して共に戦う仲間を見捨てるような真似はしないわ。皆様、私は天からの使いであり12匹の敵を倒しに来ました。あいつは神にあるつもりだ。邪魔になる奴は必ず殺す。あと11人殺せば自動的に神だ。その案に賛成だ。こんな身近に神候補がいたとは。緊張してます。絶対に行かないで。メトロポリマンに俺の幸せを掴む権利を奪われた。6日よりフジテレビプラスウルトラ他にて毎週水曜24時55分から放送開始。